こんにちは、下川でございます。はい、今日はですね、足裏のね、施術を行うときにまず皆さんタオルで足をくるむと思うんですよね。そのくるみ方、包み方ですね、包み方、まあいろいろあると思うんですけども、ガチガチ専門流の包み方をね、ご紹介したいと思います。はい、それではいきたいと思います。まず当店ではこの左足の方から施術しますので、しない方をまずくるむんですね。こっちの右足からね、まずくるみましょうか。で、使うタオルはこの、これなんていうの、フェイスタオルっていうのかな、これフェイスタオルかな、この長さ、そうですね、うん、フェイスタオルを使います。で、かかとをちょうど真ん中ぐらいに置くんですけど、このちょうどね、真ん中、ど真ん中にかかとを置くんで、手をここに置きます。手をここに置いて、かかとをふっと乗っけてタオルを伸ばすと、まあ、こういう風にね、斜めに置きます。斜めにね。で、一番この指先、一番自分の私の手前にある角を持ってくるっと、そしたらちょうど足首のところに来るんですね。このくるぶしがあるちょうど間、ここに来るように角を持ってきます。で、その時に指先がタオルでキュッとなっていることを確認してくださいね。緩んでたらこっちを、下を引っ張ってあげるとかね、する方がいいですね。はい。で、足らない場合はもうちょっとカッと引っ張ってここまで持ってくる、くるぶしの中央まで持ってくると。で、次、ここは固定しながらこっちですよね、こっちの角をきれいに折りたたんで、角をくるっといくんですけども、ここにちゃんと折れ線がくるようにこう持ってきてあげて、で、この先っちょを足の裏までくるっと持っていくね、くるっと持っていきました。そしたらそのままここを持って引っ張ります、ギュッギュッと。その時に土踏まずがピターッと密着するように、土踏まずがタオルで密着するようにここをギューッと引っ張ってあげて、そのままここ一番初めにね、置いたでしょ、タオルの角を、ここをロックして、で、こっち残ってるタオルをこれも綺麗に角と角、まあそんな綺麗にしなくてもいいけども、2つ折りにして、こう2つ折りにして、で、この時また外にクンと引っ張るんだけども、下側のタオルを引っ張ってあげると今度はかかとがキュッとなるんですよ。なったでしょ、はい、かかとがタオルで密着するでしょ、だからグッとギュッギュッと引っ張ってあげて、その時ちゃんとここロックしてくださいよ、ここロックしといてね、引っ張りて引っ張って、で、そのまま足首をくるりんぱ、どうでしょうか、くるりんぱね、このままでもいいし、まあこの先っちょをこの中にしまい込むっていうのもあります。まあどっちでも、僕はあまりしないです、このままにしておきますけど、これで、密着感あるんじゃないかなって感じですね。ちょっと先っちょ今ね、ちょっとふわふわしてますけど、もっとパパパってやったらなると思います、綺麗に。もう一回いきましょうか。はい、まず、あ、そうやな、真ん中よりもちょっと訂正です、最初手を置くところ、かかとを置くところ、真ん中よりも若干手のひら1個分自分の方に置いてください。で、そこにかかと置いてもらって、で、ここの角ちょっと、なんで動かすのよ動かさんといてよ、もう一回いきますよ。はい、真ん中よりもちょっと手前に手のひら置いて、かかと置いてもらう、そしてちゃんとね、タオルをピタッと斜めに置いて、一番手前の角を持ってピュッピュッと、で、くるぶしの中央に持っていく、ぐるっと回す、足の裏に回す、
でまたここでロックする。で次かかとをキュッキュッと締め上げる。で足首をクリンバ、まあ、上手な人はもっと上手なんですけど、もっとね綺麗にできると思うんですけど、まあ私たち当店はこういう風にしてますよっていうことです。はい、なんか参考になれば幸いです。それではまた。